どうもショビンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。2020年はいろいろ試した年でした。持ち物を増やしたくないっていう気持ちがあるので、一ジャンルのものをこう変えていくスタイルでいろいろ試してたんです。ちなみに洋服のブランドは一つでバシッとハマりまして、今これ全身ユニクロです。これもこれもこれも靴下も今全部ユニクロです。で、仕事道具であるパソコンに関してはこう順調にいくというよりかは、あ、やっぱりこっちの方が良かったかなとかって買い戻したりとか、あ、でやっぱり違うからって言って新しいものにしたりとか、なんかこう行ったり来たりしてるのがなんかもったいないなって思ったんですよ。だったら一層のこと、もう全部揃えちゃって、それを同時並行でバーッと進めていって、で最後に残ったものを愛していこうっていう形に、ちょっと2020年はそれで試してました。なので、この動画を見てくれている人で、まあ、その結局、ノートとデスクトップ、どっちがいいんだっていう迷ってる人も多いと思いますんで、結局、どれがいいのっていうふうに思ってる人多いと思いますんで、まあ、今回の動画、ちょっと最後の参考になってくれたら嬉しいなと思います。スペックについて語り始めちゃうと、東進ハイスクールみたいな形になっちゃうんで、その、どういう順番で、その、ものが来たのか、で、どういう使い方をしたのかっていうのを、ちょっとエピソードトークみたいな形で、シェアしていきたいと思います。僕は最初、もうこれ1台だけでしたね。MacBook Pro 1台だけで、もう全部作業をこなしました。で、まあ、おうち時間が始まって、緊急事態宣言がなって、家で、作業することが圧倒的に増えたんですよね。ってなった時に、やっぱその画面が小さいんで、やっぱこれよりも大きくしたいというふうに思ってました。外部モニターを接続して作業をするっていう方法を前やっていたので、あれもう一回やろうかなと思ったんですよね。なんで前手放しちゃったのかなって思った時に、やっぱそのクラムシェルモードって言って、その接続がめちゃくちゃ不便だったんですよ。なんか開いた状態でモニターに接続しないと、あのモニターが光らないみたいな、なんか閉じた状態でピッてつなげて光ってくれよって思ったんですけども、それつかなかったりとか、家の中でがっつり大画面で仕事をしたい、作業をしたいってなった時に、これはどうかということで買ってみました。そうで、これを、2020年のいつかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、使ってやってました。で、最初はめちゃくちゃ快適だったんですよ。あ、もうこれでいいじゃんと。車で例えると、こっちは大衆車向けのプリウスって感じですね。もう本当万能にこなしてくれるっていう。で、こっちはロールスロイスっていう感じ。そう、それぐらい快適なんですよ。まあ僕動画編集とかゴリゴリやるんですけど、どんだけゴリゴリやっても重くならない。これはめちゃくちゃいいやって思って、これ2020年はかなり活躍してくれました。でも2020年を通して、その自分がいかに家の中でずっといられないかっていうのが分かりましたね。はい、同じ場所でずっとじっとしているのはもう苦痛で仕方がないっていうのがありました。そうといっても、その毎日どこかしら行ってその作業をするっていうことはないので、もちろん家の中でも仕事します。でなった時に、このノートパソコン1台だけだと、まあ、画面も小さいし、ちょっと作業効率も落ちるなっていうことで、まあ、せっかく家にいるんだったら大画面でやってもいいじゃんっていうふうに思いますよね。で、M1MacBook Air に関してはもう長期レビューみたいなものが出揃ってる感じがしてます。なので、まあ、そろそろ M1MacBook Air 行っていいでしょうということで、これからは M1MacBook Air もう十分性能が高いやつに 4K モニターを接続するっていう環境を整えていきたいと思います。イメージとしてはこんな感じ、こんな感じ。今の押し入れデスクとはかけ離れたおしゃれなデザインですけども、で、この動画見てくれてる人で、いや、それまだ解消されてないよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。その事実を知ったら僕は、じゃあやめようって感じで、M1MacBook だけは、とりあえず M1MacBook だけは買いますけど、で、こっちの iMac の方はもう売れましたので、今から発送に行ってきます。じゃあ、何はともあれ初期化しますか。なんかアップデートまで40分ぐらいかかるっていうことだったので、ちょっとショッピングの仕事カフェのメンバーに連絡をします。おお、はい、お願いします。すいません、どうもありがとうございます。はい、輸出する商品が届きました。でもちょっとこれを送る前に、それよりもまずはこっちを片付けましょう。
はい、ということで発送に行ってきました。ちょっとそのシーンは撮り忘れちゃいましたけども。でも前はそのヤマト運輸ってパソコン宅急便しか使えなかったと思うんですよね。でも最近はもう簡単ラクマパックでそのまま伝票印刷してピッて送れるんで、いやー便利ですね。環境を整えて目の前の大事なことだったりやるべきことにフォーカスするために今環境を作っています。で、じゃあ僕は何にフォーカスしているのかっていうと、ショッピングのお仕事カフェっていうオンラインコミュニティの環境づくりですね。そう、参加してくれた人が実際に自分でスキルを身につけて、それで経済的に身軽になっていきましょうっていうふうに作ってやってます。 M1 MacBook Air に 4K モニターをつけるっていうことで、ちょっとこれから環境ブラッシュアップの方を進めていきます。はい、なんか最後まで甘噛みでしたけども、まあでも僕はちょっと噛み倒しちゃって、まあそこはいいかってことで、はい、今回は以上にしようと思います。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。